えー、幼い頃に見た番組で見た何。何何年後に地球が滅びるというのがトラウマで地球温暖化に対して日常に生活を2つほと考えてしまい、毎日恐怖に怯えています。飛行機の音や車の音、シャウの音が怖いです。また、テーマパークは水や電気のたくさん使われているため、怖くて行くことができません。どうすればいいと言いますか？えっとあなたが行かなかったとしても、テーマパークは水や電気ガンガン使ってます。 であのえっと、まずあなたが今使ってるインターネットをまず使ってるんですけどもう置いといてそのまあ地球70億人ぐらいいるんですけどあのほとんどの人が一人でやれる範囲はほぼないのでなので地球温暖化を止めるっていうのはほぼできません。 で実態として地球温暖化が本当に人間の活動のせいで起きているのかというのは僕いまだに論者なんですよあのまあその、えー、と二酸化炭素が増えてるのは人間の活動のせいかもしれないよねぐらいでその本当にそうなのっていうのがまだ僕明確になってる気がしないんですよね。 でその地球環境が複雑すぎるっていう問題もあってでじゃあもともと地球というのは氷河期もあって温暖な時期もあってっていうのでなのであの江戸時代ぐらいに氷河期があって基金があったって言われてるんですけどそんな感じでその地球の温度が上がったり下がったりっていうのは結構あることで,で今上がってる時期なんじゃねえのっていう話もあってなので,でそのじゃあ仮にその温暖化してるとしてそれを人間の二酸化炭素のせいなのっていうのがまだわかんないんですよね。 で一応本当に温暖化していってで地球の温度が上がってくるとすると多分あのその北の方で植物が育たない地域とかでもめちゃめちゃく植物が育つようになりますとでその結果二酸化炭素を吸収して酸素を出すようになる可能性もあるんですよね。 なので割とその地球ってその,あの地球の環境を勝手に自動的に良くするという機能があったりするのでなのでそのじゃあ二酸化炭素が増えて温暖化だよねってなった後も別になんか人間が関わらなかったとしても結果としてその植物とかが増えて二酸化炭素をどんどん吸着していってでそれなりの二酸化炭素濃度で止まって結果としてはまあ暖かくなったけどその程度だよねただあの水辺に住んでる人たちの家はなくなりますあの水没するので。 はそのあの海面の水位がどんどん上がるとその水面あとあのまあ水面の上に暮らしているようなところだと水没します。なので水面に近いところの家は買わない。 っていうところで行くと、まあ、その、で、人類がその砂漠だったり、稲子だったり、なんか、まあ、いろんな環境で、じゃあ地震でとか、まあ、日本で、あの、その、関東大震災とか、東海大震災とか、東日本大震災とか、いろいろあったと思うんですけど、よくその環境によって人が死ぬ日っていうのは必ず起こり得ることなので、まあ、台風だったり、津波だったり。なので、その、何らかしらの環境問題で人は死ぬよねっていうのはずっと起こり続けてるんですよね。 その環境問題で人が死ななかった時代というのはないので,なのでそ,のかんその地球環境の気温が上がることによってそのなんかあの住めるところがなくなりましたっていう人もまあそれは出るでしょうねっていうところでなんで地球ってそういうもんだよね別にもともとそんな安全な場所じゃないよねっていうふうに僕は思ってたりします。